皆さんこんばんは、カランダです。トランスポートフィーバー2特殊ルールで遊ぶ空想地域開発第6回、今回は旅客営業の範囲を増やしていきます。またついに急行列車の運転が始まります。ということで、こちらの動画シリーズでは通常のゲームプレイルールにいくつかの特殊ルールを追加して遊んでいます。特殊ルールは概要欄に記載していますので、そちらでご確認ください。前回動画終了時のマップの状況を見ていきます。前回はマップの中央にある湖周辺に旅客鉄道路線を伸ばしたところで終わっていました。また一部区間では貨物列車の運転も始まっていましたね。旅客営業の系統は3つに分かれていて、湖の南東シラスと湖の港の奏で城が2つの大きなターミナルとなっていました。今回の動画内でどこまで旅客営業の範囲が伸びるのか、ぜひ最後まで楽しんでいってください。さて、今回のメインテーマは旅客営業の拡大ですが、それ以外にもいくつか貨物面での改善も行っています。まずはそちらの工事の紹介からです。ここ蒲焼町と金出城の間には道路橋がかかっていましたが、これの高さの関係で今まで蒲焼港には大型船が就航できなかったんですね。そこで道路橋を架け替え、港湾施設も大型船に対応するものに更新されるなど、蒲焼港の大型船非就航対応工事が行われました。これによりマップ東端のたぬき宮から蒲焼町へ大量の小麦を大型船により輸送することができるようになり、食品の生産量がさらに増加することとなりました。第0回特殊ルールの解説の動画内で説明したように、このマップ内の都市は基本的には食料と建材を欲している状態になっていますので、食料の生産量が増えるということはマップ内の人口を増やすことになり、結果として将来の旅客営業の拡大にもつながりますので、積極的に生産量は増やしていきます。こちら西一里塚農場ですが、ここでも貨物駅がいっぱいになっているので補助的にトラックを運行するなど、マップの各所で小麦輸送の改善が行われました。ところ変わって、こちらはマップの西の端、星古岡の町です。星古岡の現在の人口規模は188となっていますが、多い時は250ぐらいまで達することができ、もう少し人口が増えると新しい産業を一つ建設することができるようになります。なのでこの星古岡を発展させ、ここに新たな産業を建設させるために星古岡周辺の旅客営業を充実させることになりました。まずはじめに星古岡南の焼けたの間に鉄道を通すことにしました。星降り焼けた間は現状バスのみで連絡されていますが、時間がかかりすぎてあまり利用がなされていませんので、こちらを鉄道に置き換えていくことになったのです。ただこの2つの町の間には途中に山脈があって、まっすぐに線路を伸ばすことが到底難しかったので、途中にスイッチバック駅を設けて一旦高度を稼いでから焼けたの町へ降りていくという配線が取られました。スイッチバック線は第2回の動画内で石灰輸送鉄道を建設する時にも使った配線ですが、今回はスイッチバック部分に駅を設置し、この駅で折り返して山の上を目指すという運行を行うことになりました。スイッチバック部分の駅は星古岡北口駅と命名されました。そこから少し高度を稼いで、山頂部分にはトンネルを設けて焼けたの盆地へと線路を伸ばすことができました。焼けたの町はまだそれほど発達していないので、中心部の近くに駅を建設することができました。これにより星降る焼けた間が鉄道で接続され、星降ろうかの利便性を高めたことで人口が増えてくれたらいいなと期待をしております。この区間には12号機関車が新たに導入されました。勾配に強い小型機関車で、4両の客車を牽引しての区間列車の運転が行われております。さて、これにより星降ろうかの利便性が向上し、人口は増加したのかと言いますと、なぜか人口は減少に転じております。どうやら食品と建材が安定供給されていないのが問題のようで、食品建材が到着した時は人口が増えるけど、消費してしまうと人口が一気に減るというのを繰り返しているようです。マップ内には食品加工工場、建材工場ともに中央の湖付近にある一つしかありませんので、供給を増やすためには安定して貨物列車で運んであげる必要があります。そこで蒲焼町星古岡間の貨物列車は新たに2台機関車が導入され、3本体制で運行されることになりました。また途中の速度が低下していた区間は線形変更や橋の架け替えが行われ、貨物輸送にかかる時間自体も短縮するような施策が行われました。これにより星古岡の人口は確実に増加が見込まれますが、効果が出るのはまだ少し先だと思いますので、発展を待ってる間に次のエリアの開発を行っていきます。こちらはマップの中央東側、湖の東のシラスの町です。前回シラスまで開業していた旅客鉄道をさらに東方向へ延伸していきます。
またこの川は途中で分岐し、その先にはオートビショーという大きな町があります。この町へのアクセスを確保することも今回合わせて行っていきました。まずは東へ向かって線路を伸ばしていきます。川沿いの丘陵地帯を等高線に沿うような形でまっすぐに線路を敷いていきます。最初の集落の近くには八幡港駅を設置します。ここに旅客港を併設し、この旅客港からオートビショーへの旅客船を運航することでアクセスを確保するという形にします。ここの川はすでに蒲焼町と狸宮の間を結ぶ貨物船など多数の貨物船が行き交っているところですから、運航の阻害にならないようにスリムな桟橋が建設されました。八幡港まで来た線路はさらに東へ延伸され、最終的にはマップの東の端、狸宮まで旅客営業区間を拡大することにしました。八幡港より東は人口希薄地帯であり、集落も存在しませんので当面は赤字営業が見込まれますが、旅客の利便性が高まるとマップ全体の人口が増えていくので赤字覚悟で線路を建設していきます。狸宮の町にはすでに高野洲農場からの貨物船が建設されています。貨物駅が港付近に建設されていますので、それと競合しないように旅客駅は山の上に建設されました。終着駅ですが当然着回し線を設けています。なおターンテーブルはまだ設置していませんので、旅客営業は当面の間タンク機関車による運行になります。また特殊ルールにより留置線の本数以上の旅客列車を運行することができないこととしておりますので、留置線はあらかじめ5本分を確保しておきました。この辺りは先に狸宮の駅を設置してから八幡港へ線路を伸ばしていくという形で建設が行われました。狸宮と八幡港の間には集落ごとに小さな駅が2つ設置されており、どちらも交換可能な駅ということであらかじめ多めのホームが設定されています。ということで無事八幡港から狸宮の間の線路も完成し、白洲から狸宮まで東西を長く結ぶ旅客鉄道が完成いたしました。この路線、路線名を画面では表示しておりませんが、5号鉄道線というふうに命名をしております。白洲から東が5号鉄道、白洲から西は3号鉄道ということになっています。とりあえず線路がつながりましたので、さらに八幡港駅周辺の貨物設備の整備も行っていきました。ここには貨物港も設置し、大飛びの町へ物資を運ぶための貨物列車もここで船と接続する形にしました。当然蒲焼町から八幡港へは専用の貨物列車を運行する計画となっております。そちらの運行開始に先立って蒲焼町の貨物駅の拡大工事も行われました。蒲焼町貨物駅はすでにホームをすべて使用している状態だったので、これ以上の増発が難しかったんですね。周辺道路の引き直しも含めてホーム数を従来の倍8本用意し、ホーム長も240メートルを初めから確保して、今後の容量増加に備えた大きな駅へと改築が行われています。当然貨物列車は今後テンダー機関車での運行が中心になっていくので、ターンテーブルもあらかじめ設定されています。こうして蒲焼町の貨物駅もこれまでにない大きな駅へと発展を遂げて、今後の物資の増加に万全の体制で備えられるようになったわけです。車両の方も購入をしていきます。狸宮方面への旅客鉄道にはイギリス製の13号機関車が導入されています。また従来から運行されてきた旅客列車の運行系統の整理も行われ、狸宮までの旅客列車は金出城発着で、従来一里塚から白洲を走っていた系統は小石原まで運行区間が延長されております。小石原まで運行区間が伸びているのは途中八幡港駅で船と接続することを考慮したためです。またマップ内で初めての急行列車の設定も行われました。運行区間は星風呂丘から金出城を経由して八幡港までです。急行列車には初めてのボギー客車が導入されています。これにより乗り心地はこれまでの客車と一線を画す大変快適なものとなっております。牽引機関車は105号機稲妻型で日本から輸入された機関車となっています。星風呂丘を出た急行列車は金出城、白洲、八幡港の3駅に停車をし、それ以外の各駅は通過する運転となっています。また急行運転の開始に先立って主要駅である金出城駅は大幅に改築され、大屋根に覆われた綺麗な駅へと生まれ変わっています。金出城は駅前に大きなバスターミナルも整備されており、ここから蒲焼町方面へ多数のバスが発着し、蒲焼町の実質的な玄関駅としての機能を果たすことになりました。金出城を出た急行列車は白洲に停車し、最終的には八幡港が終点となっています。狸宮まで行かないのはまだ狸宮にそれほどの人口がおらず需要がないということと、急行列車の目的が星降る丘と蒲焼町、そしてオートビショーの3つの大きな町を最速で結ぶことと設定されたためです。
八幡湊駅では旅客船と接続し、旅客船によりここから大飛び城への旅客が移動できるという形になっています。ということで、ここまでのマップの状況はこうなってます。航路を今までオレンジ色で表示していましたが、濃い青色に変更しました。旅客営業区間がたぬき宮まで広がっております。今回も当然旅客営業だけでは線路容量が余ってしまいますから、貨物列車の整備を行いたいと考えていたのですが、ここで資金が尽きてしまって再び赤字経営と落ちてしまいました。やはり線路をたくさん引くと線路維持費が大きくのしかかってくるんですね。果たして再び経営危機を迎えるのか、それとも一時的な赤字で終わって黒字へ戻るのか、大変気になるところではありますが、今回の動画はここまでにしたいと思います。続きはまた次回の動画の中でやっていきましょう。ということで、今回開発を行ったエリアの様子もう一度見ていきます。こちらは星フルオカ北口駅の様子です。そして線路がたぬき宮まで伸びた旅客営業区間の様子です。白洲駅の東側ですね。向こうに見えている大きなレンガの橋は1号鉄道の白洲駅と市立区間の橋梁です。まだ建物が少ないので遠くからでもよく目立つランドマークになってくれましたね。そしてこちらは八幡湊駅です。現在急行列車の運転はここ八幡湊が終点となっています。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではトランスポートフィーバー2の動画の他に鉄道模型や鉄道の動画をアップしています。トランスポートフィーバー2の他の動画シリーズは概要欄にリンクがありますので、ぜひ他の動画も楽しんでいただければと思います。それではまた次回も動画でお会いしましょう。本日もありがとうございました。バイバイ。